はい、おはようございます。釣り子 TV です。巨大な靴べらみたいなですね、ビッグスプーン、これ売ってると買っちゃうんですよ。なんか別に釣れるとか自分得意とかそういうわけじゃないんですけども、面白いなと思ってついつい買っちゃうんですよね。これついに店頭に並んでまして、今勝のビッグベラ175、ビッグスプーンですけどね。三原スプーンビッグベラ三原直行作と書いてありますけどね。こういうのって本当いいですよね。面白ルアーっていうんですかね、まあ、実際にすごい聴覚能力も高いんだと思うんですけども、なかなか使わないですよね。思いつかない。こういうのをですね、頑張って出してくれるメーカーって本当いいですよね。どうなんでしょうか。まあちょっといろいろと開けていってみたいと思います。なんかこうブレードがですねついていて、まあ目玉がついていて、これなんですかね、シーラカラーですかね。シーラみたいな色なんですけども、この色買ってみました。カラーはそのままグリーンゴールドですね。シーラカラーとかそういうわけではなかったみたいなんですけども、これはちょっと問題作ですよね。買うかどうしようかずっと迷ってたんですけども、何日か前にですね、これで実際に魚を釣り上げるシーンなんていうのが動画で上がってたりしてですね、見たらこれ買うしかねえなと。万能ではないけども、ある時ある一定の時これないと死ぬっていう、そういったルアーなんじゃないかなと思ってですね、アラバマリグとかと一緒って言ったらおかしいかもしれないですけどね、なんかこうパワーを秘めたルアーなんじゃないかなと思ってですね、1個買ってみました。だ結構高いですよ。1個3240円しますんで、まあまあ、高いやつなんで、これちょっとなくせねえなっていうルアーですけどね、まあ開けていきたいと思います。裏にいろいろ釣り方とかも書いてありますね。ビッグベラー、よいしょ、はいはいはい、こんな感じで、こう専用のパッケージ作っていてですね、非常にこんな感じで出てきました。こんな巨大なスプーン175センチっていうことだから相当ボリュームありますね。手に持つとさらにこのデカさがよくわかります。自分なんか手ちっちゃい方ですけど、ね、手からはみ出しちゃいます。ただかなりこうこだわりの曲げしてますね。こんな感じでいろいろ釣るごとに調整して調整して叩いて叩いてこの形に行き着いたんじゃないかなっていうのを感じられますけど、ここに頭の方にこう曲線があって、これはグルカナイフなんかと似てますね。こうただのスプーンっていうよりこうちょっと曲げることによって何かいい感じの動きになるんですかね。で針、これはフッ素加工してある強力ないい針が最初からついてますね。それにこうぼんぼりじゃないですけど、こんな感じのふさふさがついていて、ここがちょっとへこんでるところに目アイがついていて、で一番気になるのがこれですよね。こうなんかブレードがついてるんですよね。これがこうくるくるくるってなって、で簡単に付け替えられるようにスナップ式になっていて、で穴が4箇所開いてるんで、これのいろいろな調整によってその任意のフォール性に変えられるっていうことみたいなんですけども、なん面白いですね。こんな感じで、で裏にですねいろいろ説明書きが書いてあるんですよね。これどういうとこで使うのかっていうことで、夏のシェードベタ浮きバスを唯一攻略可能な特殊武器、ボールスピード自在なユイガ独尊ビッグスプーン誕生。
夏のシェードについてるこう爪書き裏にこういろいろ書いてあるんですけどね、こうゴミがあったり桟橋があってその下についているバス、これにひら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 すーバクッと食わせるっていうこういうことみたいなんですけど、今年の夏って本当暑いなって日がちょっと少なかったなっていうところで、こういう浮き込みの裏についてるバス攻略ってあんまりできなかったんですけどね、ただこれから秋に向けてのシーズンにビッグスプーンって結構効くっていうことですから、これからの季節に期待じゃないかなと思うんですけども、7月から11月桟橋や浮き込みなどの直下に浮く厄介なビッグバス、これまでに満足に攻めれるルアーは存在しなかったが、三原直之が試行錯誤の末に特殊なビッグスプーンを完成させた。通常フォールではヒラヒラとスローなフラッタリングフォール、しかし2枚のブレードが水を掴んだ瞬間、この2枚のブレードこれですね、掴んだ瞬間にブレードの水抵抗でルアーの上部が引っ張られる縦向きになり抵抗をなくしストンとスライドフォール、この動きの落差でカバー直下に浮くニュートラルなバスをリアクションバイトさせます。スライドフォールに移行した瞬間ラインがスッと走る上にしゃくりを入れるとバスのバイトがあればカウンターで合わせが決まる格好ですね。バスのバイトもスライドの瞬間バイトを感じて合わせるものではない、ラインが走った直後に止まるのもバイトなので速攻に合わせようということで、説明によるとこれがひら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 って沈んでいって、しばらく沈むとこのブレードが水に対してスッて向きを合わせた瞬間にこうスライドフォールにひらひらひらってところからスーっていうこういうスライドフォールに移行した瞬間に思わず、まあ動きの変化にバスが食いついてしまう、これを狙ったこの2枚のブレードなんですよっていうところで、でこう書いてあるんですけどね、これが一番吊るしの状態でついているのがこれが、ニュートラルポジション、こことここ、これがニュートラルポジションね、まあ中間なポール姿勢が持ってる。でこのブレードを、次に書いてあるのがこの上に2枚つけますよ、上に2個つけますよ、こうなると、ファーストフォールポジション、ブレードがボディと干渉しにくく立ち上がりが早い、スライドフォールが長い、こういうことになって、でこれとは逆にこの後ろの穴に2個、後ろの穴に2個刺す、これがですね、スローフォールポジション、下に2個がスローフォール、これに対応した。だからまあどうでしょうか、まあ、通常忘れないようにこの斜めにつけておくと、これが一番一般的なフォール、まあ、真ん中のフォールスピードになるということですね。ここら辺を使い分けて、沈みの姿勢とかを調整してその時の、バスが食いつきやすいポジションを探していきましょうということで、あとフォアビアコっていうのがありますね、5メートルから12メートルのディープフラットでも効果抜群、琵琶湖などのディープフラットでも効果的、ボトムまで沈めロッドでしゃくってフリーフォールさせるが、イメージは桟橋直下と同じフラッタリング、フォールの後のスライドフォールで食わせますということで、5メーターから12メーターにこれを落とし込んでいく。なかなか関東だとね、どうでしょうか、これここに書いてあるのがハスアユサイズのビッグボディってことで、こんな大きなボディを変色している釣り場っていうのが自分の近所にあんまりないんで、バスで、まあ、亀山でちょっと試してみるかなっていうところですけど、まあただ結構霞水系もですねビッグスプーン釣れる時があるんで、まあいろいろなくさないように試していかないとなっていうことですけど、こう裏にいろいろ説明書きが書いてあるようですが、ただ最近出た動画で見るとものすごい水が流れている上流のバックウォーターみたいなところでこう餌を活発に、探してるバス、これなんかにファーストリトリーブでこうバシャバシャバシャギラン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 ガバっていう風に壊してる、そういうシーンなんかいっぱい出ていて、本当まああんまりこんな感じのやつバスまだ見慣れてないでしょうからね、なんかこれはっていう時にはとりあえず投げてみたらなんか新しいパターンとか新しい使い方がいろいろ発見できるんじゃないか、そういうこと
ルアー独特のこうワクワクドキドキさせてくれるようなルアーなんじゃないかなと思います。見ていたのは動画でこう釣る引きしてましたよね。ちょっとボートじゃないと怖くてこれ引っかかっちゃうの釣る引きできないんですけど、バババババってこの大きなのがガタゴソって動いて、で食わせるのはこの後ろのこのティンセルにこう食わせる、こういうパターンも有効ですよなっていう風に、ちょっとまあ本当まあ思いのほかだから、なんだろう、近距離からこう桟橋とかにあってポンって入れてクラクラクーっていう感じで食わせるんですかね。ちょっといろいろ試してみてという感じですけども、ちょっと重さの方も測っておきますね。こちらですね、三原スプーンビッグベラー175は何グラムでしょうか。ちょっとはみ出し全部乗ってくださいとして、はい、86.3g、ちょっとビッグベイトとか投げるような丈夫な竿で投げた方がいいですかね。およそ 100g 近くありますからね。ちょっと使うタックルはあんまり柔らかいのだとこうこの針をかけるのも大変ですからね。ちょっといろいろとですね、竿は強め、ミディアム、ヘビーでもちょっと柔らかいのかな、ヘビーパワー以上でビッグベイト投げるようなこう穂先の方がグッと入るような、かといってまあこう結構ビッグスプーンってこうグリ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 って落ちていく時の動きの変化をこう竿とリールと糸で感じるっていうところがありますからね、ある程度感度がある竿の方が使っていて楽しいのかななんていうふうに思いますけども、まあ、あとは、まあ、前も言いましたけども、この手のビッグスプーンでこの城好きのでっかいスズキを狙う、これ今だ東京湾ですごい流行ってますからね、そんな時にこれはっていう魚探で見て水面の中も真っ赤っかになって、もう見てわかるんですよね、あこの城の群れいるなって、そんなところにこの城を散らせるようにこれをビランビランビランツーなんて動かしたらでっかいシーバスが釣れるんじゃないかなって、主にはちょっとそっちで使うんじゃないかなっていう、そんなあれもあって買ってきたんですけどね。まあとりあえずブラックバス、シーバス問わずいろいろとですね、これはっていうタイミングで投げてみたいと思います。これで釣れたら何しろ気持ちよさそうですよね。あビッグベラーで釣れたよなんていうそんな喜びもありそうなんで、そういったところも含めてちょっといろいろ投げ込んでいきたいと思います。というわけで本日はですね、新しく今勝から出たこちらビッグベラー175、これを買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。